久保さん、80億稼いだ男の言葉とかにしてくれましょうか。なんかね、コンテンツビジネス、情報ビジネスでね、80億ぐらい稼いだね、ミスター x っていう伝説の人がいるんですけど、<laughs> もう顔も知らないですけどね、音声のみっていうね、そう僕はミスター x の教材も勉強したんですけど、ミスター x がね、こんなこと言ってて、あの、まあ、セミナーなんですけどね、それね、で、なんかあの、まあ、言葉はちょっと違いますよ。言葉は あの違うんだけどもこんなことを参加してる人に言っていてそれは何言ってたかっていうと「あの信じないんだったらやるなと」と、うん「これからねいろんな話をするんだけども信じないな聞くな」と「されと」と <laughs>、ね、<laughs> でどんなに僕が言ったとしても道を一つに決めなければあの無理やと、ね、僕自身も道を一つに決めたからこれしかないって決めたから今があるんですと。 あなたがね、あれもこれも道が目の前に10本あった。目の前に道が100本あったら、多分無理やと。迷うし。だから、信じて一つに決めて、やり込めみたいな話をちょっとしてたんですけど、本当にその通りだなと僕は思うんですよね。まあ中にはいますよ、そういう器用な人ね。東大行ってね、京大行ってとかね、そんなふざけ気する人は中にはいるんだけど、やっぱね、目の前にいろんな道があったらね、無理ですよ。僕はそう思いますけどね。 僕自身も一つに決めたからできるし、だから仮想通貨が出てた時に僕は仮想通貨に行かなかったのも一つに決めて、あの、行っちゃうと、やっぱそっち気になっちゃうんでね。自分がポジションを持っている、自分が仮想通貨を持っているとそ、そこに一喜一憂する精神が持っていかれるので,で、そうするとマーケティングに集中できなくなりますよね。逆を言うと仮想通貨でね、送り人になりました。マーケティングに集中できるか、多分できないでしょうね。ふぅー。 奥行ったみたみいなね <laughs> これでマーケティングに集中できるんだったら100%でマーケティングに集中できるんだったらそれはすごい人だと思いますうんそうだから僕はね今コンテンツビジネスを教えてるんですけどもずっとコンテンツビジネスでもう一択一つの道でやってきたのはそういうことですねただ年取ったんで、まあ、今後はちょっと枝というかね違う収入の柱作らないといけないなっていうのはあるので投資の方も勉強したい違う、ね、ことも勉強しないといけないなとは思ってますけど ただね、塾やってますから、コンテンツビジネスを教えてる塾やってるんで、ある一定の道はこうぶらさず、僕今後もやってきますけどね。うん。で、あとは、やっぱどうせやってるんで、まあコンテンツビジネスを教えてる塾といえば、ね、久保さんも結構もう引退してるじゃないですか。で、コンテンツビジネスを教えるんだ、おあそれを真剣に学ぶんだったら、ドリアカだよと。ドリームアカデミアだよね。っていうふうに、やっぱりどうせやるんだって言われたいし。うん。 ここしかないよねと。老舗だよねと。ずっとやってるよ、あそこみたいな。<laughs> そう。<laughs> まあそんな感じのポジショニングは取りたいですね。だから本をね、この本を出した時に結構腹くくったんで僕は。こね、多分人生の中で僕本出るとは思わなかったですけど、これを出した時に腹くくりましたね。これで食ってくっていう。そう。まあそんな感じですね。道を一つに決めた方がいいと思います。いってらっしゃい。